宮間霧島は、ツツジの一種。九州各地の鉱山に自生する。一メートル程度の低木で、牡蠣は、おおむね5月下旬から6月中旬。枝先に2から3個ずつ四項色の花をつけるが、桃色、薄紅色の花も見られる。また、気候が似通った秋にも少し咲くことがある。和名に関された、霧島山、エビの高原のほか、阿蘇山、九十山、雲仙岳。 つるみ岳など、九州各地の鉱山に分布する。宮間霧島は、火山活動により、生態系が拡乱された山肌で優先種として、生存できる。逆に、火山活動が収束して、植物の繊維により、森林化が進むと、優先種として生存できなくなる。害虫として、岸田枝尺が大発生することがある。三国名小図絵で、 高原の物産のカキ類の項目に、栄イ参が霧島山中特に多し、草むらをなすこと人広しし、花裂けるときは三山錦色のごとし、と記載されているが、これが宮間霧島のことである。1866年には、坂本龍馬が新婚旅行で霧島を訪れた際、姉に宛てた手紙の中で、 霧島ツ,ツジが一面には経て実作り立しごとく、綺麗なりと書いている。1909年には同じく霧島へ、新婚旅行に訪れた植物学者、牧野富太郎が発見し、深い山に咲くツ,ツジという意味で、宮間霧島と命名した。平島義弘、宮間霧島はみえった、西日本新聞社、平成4年。 ISBN4 から816703179橋口県いにしえ古代州京橋口県平高原三国名正杖巻の56,843年長崎県のシンボルありがとうございます